みつくん、私男の子と話すの慣れてなくて、緊張して喋れなくて、だから怖いとかじゃないです。すぐ言えなくて嫌な思いさせてごめんなさい。そっか、よかった。あ、なんか俺の方こそ緊張させてごめん。っていうか多分鶴見さん何度も話そうとしてくれてたんだよね。ちゃんと聞けなくてごめん。徳光くんは悪くないです。いやー、よかった、ちゃんと話せて。今日はやっぱりいい日だな。あ、川には落ちちゃったけど。え、ちょっと待って、よかったんだけど、その鶴見さん、ん、頭、え、何それ、頭の五行、なんで天使の輪、まさか鶴見さんも天使。違う、なんかしょってる、こうら、違う、ってことはその頭の、もしかしてカッパのお皿。出た、ついにカッパ。鶴見さん、ちょっと予想外、翡翠の正体がこんなにあっさりバレるとは。知ってたの？言ってくれたらよかったのに。言っていいか翡翠に聞いてなかったから。それはそうだね。ところどころまともなんだよなこの子。どうしてこんなはずじゃなかった。あ、翡翠、キュウリ食べたのでは？説明しよう。翡翠はキュウリを食べて1時間以内に水を浴びるとカッパの姿になる。俺がキュウリ買ったせいやんけ。ついでに言っておくと、翡翠はただのカッパではない。え、ただじゃないカッパとは？翡翠は日本を裏から牛耳る全日本カッパ連合の総裁の孫娘、つまり将来の日本一のカッパ。パワーワードしかなくて何も頭に入ってこないんですが。どうしよう、私鶴見さん大丈夫？私たち3人ともリリーちゃんのことも知ってるし。え、それにその私もだから。え、泉さんカッパ？カッパではないんだけど。だから大丈夫、誰にも言わない。あのさ、もしよかったらもう一人紹介したいんだけど、もちろん相手にも聞いてからなんだけどさ、どうかな？徳光くんがいいと思うなら私は大丈夫。本当？じゃあ今すぐダッシュで呼んでくるから。カッパさんなのですか？すごいです。吸血鬼の方に続いてカッパの方にも。